では、Google マップの口コミを使用した図書館評価ということで発表させていただきます。大学で司書科目を担当しております赤山です。よろしくお願いいたします。まあ、その図書館評価ということで、ちょっと、固めの題名にはなったんですが、まあ、どちらかというと、まあ、ライトな感じで、まあ、口コミを集めてみたという感じの発表になろうかと思います。Google マップの口コミなんですけれども、皆さんご存知の通り、まあ、例えば都立中央図書館を検索してみますと、ブラウザ上ではこのような形で、星と、まあ、その図書館に関する、感想というか、まあ、ご意見みたいなのが載っているのが、まあ、Google マップの口コミであります。この画面は Google マップ上で見た都立中央図書館の口コミなんですけれども、まあ、そうしますと、まあ、似たような、UI ではあるんですが、まあ、このような形で、記述されています。で、この部分を使用して今回、図書館の評価の部分、口コミの部分を見てみようじゃないかというわけで、やってみました。使ったものとしましては、Python を使用して、Google マッププラットフォームプレシーズ API というのが配布されているとか、まあ、あるので、まあ、それを使用して、まあ、いろいろ調べて、調べながらなんとかやってみました。Google マッププラットフォームプレシーズ API では、この名前とか住所とか、緯度とか経度とか、テキストでスポットを検索するとかっていうのと合わせて、特定の店舗の口コミやレビューを取得するというプレッシュディテールズっていうのがありまして、今回はこのプレイスディテールズというのを使用して、口コミを、まあ、集めてみました。ただこの API はリクエスト数が一定数を超えると課金が必要になるので、まあもしやってみようとお考えになる方は、ちょっとご自身でよく調べてみてください。まあなんか一定数までは無料なんですけど、私もちょっとよくわかってなくて使っています。で、じゃあどういうデータが取得できるかというと、まあメタデータはネームとかプレイス ID とかレーティングとかっていうのがありますね。ネームっていうのは図書館の名前で、プレイス ID っていうのはまあユニークなID がそれぞれの図書館に振られているということのようです。で、レーティングは先ほどの、星の部分なんですけれども、今回はこのレーティングの部分を使用して、平均を、それぞれの図書館の口コミを見てみました。口コミ、通常は、それぞれの口コミでは1メモリ、あたり、星1とか星2とか星3とか星4とか星5までで、マックス5まで、で評価できるんですけれども、一番上に表示されている 4.3 の部分は星の平均値でありまして、こちらの平均の星に関しましては 0.1 メモリ単位で表示されているというものであります。で、とある区の、とある区って言っちゃった。とある図書館、19館の図書館を口コミ、星のみをまあ、集めて、見た結果、まあ、ちょっとすいません、文字化けしてるんですけれども、Google マップの口コミ評価っていうふうに書いてるんですが、文字化けします。その結果、19巻のうち、7巻が 3.4 から3.5 までの間、12巻が 3.9 から4までの間、ごめんなさい。3.6 から4までの間で収まるような形で、口コミとして評価されていました。まあ、だからなんだという感じかもしれないんですけれども、まあ、図書館評価っていうのは、ご存知の方は、まあ、ご存知だと思うんですが、貸し出し冊数で評価されるといったところがありまして、その他利用者アンケートによる評価が、まあ、主な評価方法なんですけれども、まあ、それ以外でも何か評価指標がないかということで、まあ、今回、口コミの評価っていうのを、まあ、集めてみたというわけです。
まあ、今後の課題というか、まあ、今後やってみた方がいいというか、まあ、これを研究としてどう消化していくか、というところで、まあ、考えてみますと、まあ、口コミ数にばらつきがあるっていうのが、まあ、大きな、まあ、問題というか課題かなと思います。例えば、牛久市立中央図書館ですと52件、大田区蒲田駅前図書館ですと105件のような形で、まあ、ばらつきが、大きい、ことになっております。また、まあ、Amazon レビューに見られるように、まあ、必ずしも利用者が口コミしているわけではないというところも、まあ、それがそのまま、その利用者が口コミしているわけではないものを、まあ、そのまま図書館評価として使えるかどうかという、まあ、点も課題なんじゃないかなと思っております。まあ、星だけを見るんじゃなくて、まあ、もし今後、これらを、まあ、研究としてやるんであれば、まあ、口コミですね、まあ、感想の部分のところを掲載、対象解析するとか、なんかもうちょっとポジティブ表現とネガティブ表現で分けてみるとか、まあ、そういったことも考えられるのかなと思います。また、今回は一つの自治体だけを見てみたんですけれども、まあ、全国の図書館でやってみるとか、まあ、そうしますと、プレス ID っていうのはユニークな ID として振られているので、まあ、一旦それを取得してから、口コミを取ってくるとかっていうやり方になろうかと思います。まあ、ただ、ちょっと赤山の技術的な限界というのがありまして、まあ、今回も結構、まあ、コンピューターサイエンスにもともと素養があるわけじゃないので、まあ、頑張って、調べながら、友達に聞きながらやったので、まあ、ちょっと、まあ、今後できるかどうかっていうのは、未知数であります。はい。というわけで、発表を終わりさせていただきます。ありがとうございました。高山さん、ありがとうございました。では、続きまして、ライトニングトーク22、小安信枝さん、お願いいたします。はい。すいません。ちょっと画面をはい。共有します。今、UD トークの画面見えておりますでしょうか？見ておりはい。ます。すいません。私の方からは、2021年から UD トークの、字幕の配信をさせていただいているので、その雑感を皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。私はその割と実行委員になってから歴が浅い人間で、特にソースコードかけたりする能力もないんですけれども、2021年に、このカンファレンスの実行委員をさせていただくようになって、この配信をにチャレンジさせていただくことになりました。3年間もいろいろやらせていただいて本当にありがとうございます。で、この字幕はですね、いろいろディスコードの方にも書いてますけれども、一人で作ってるんではなくて、いろんな人がですね、音声認識したものを修正して、綺麗なものを作っています。実はですね、この UD トークの、音声認識のエンジンがものすごく良くなったりですとか、まあ、そういった発展がこの3年間の中にもありまして、ほとんど修正しなくても、良くなったっていうこともあったりしてですね、すごい幸せな、今回のカンファレンスを迎えているんですけれども、でも、なんで、まあ、配信を積極的にやろうかな、みたいなことが、思ったのかをちょっとお伝えしたいなと思ったんですけれども、まあ、私みたいにですね、あまり経験のない人間はですね、コードは、まあ、書けません。けれども、ツールにはチャレンジできるのかなっていうふうに思って、これをやらせてもらおうかなって思ったところがあるので、まだですね、ちょっと、こういうのにチャレンジするのは怖いんじゃって思ってる人はですね、ツールからやっていくといいんじゃないかなと思います。で、やっていくうちに、なんていうかな、ツール自体が育ったりとか、あと、まあ、自分も成長できるっていう、すごいいい経験をさせていただきました。で、個人的にはですね、この UD トークを動かすときに、辞書を整理しているんですけれども、やっぱりちょっと専門用語とかはですね、あまり、特に図書関係の用語についてはちょっと強くないということがあるので、それを整備しているのがですね、個人的には大変幸せなというか、楽しい、この配信が良くなる、ことに貢献できているなっていうことを感じられて、とてもいい経験でした。ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。小安さんの発表中の UD トーク、ほとんど修正いらずでありました。素晴らしいです。すいでませは、ありがとうございました。ん。すいません。ありがとうございまでは、す。はい、ありがとうございました。続いては、ライトニングトーク23、前田明さん、お願いいたします。
はい、画面の方は映ってるでしょうか。はい、スライド見えました。では始めさせていただきます。スベルトキットで文献リストを作ってみるということで話をさせていただきます。今回のネタなんですけれども、まあ、今時のフロントエンド技術を試すということをやってみたいかなと思いまして、まあ、多くの趣味のまあ自由研究みたいな感じでやっています。ただ、まあ、こういったあの自由研究みたいなのが、経験上結構仕事役立つこともあるかなというところがありますね。で、やってました。まず、前振りで話したんですが、スベルトキットの関係の話ですね。JavaScript スクレームワークとかってやつです。まあ、ウェブページ作成のためフレームワークで、まあ、用意された枠、フレームワークなので、HTML や JavaScript、CSS などを埋め込んでいくという形で作っていきます。有名なところですとですね、Vue.js とか Angular とか React とかっていうのがあります。まあ、個人的になんかこういうのを使ってウェブサイトを作る、なんか本格っぽいかなというのがあったので、まあ、そういった動機で結構作ったりとかっていうところがありますね。で、その中のスベルトキットってどういうものかっていう話なんですけど、まあ、学習と利用のハードが低いっていうのが、まあ、一番良かったかなと思いまして、実は Vue.js や Gatsby.js とかっていうのも学習したことがあるんですが、ちょっと挫折してしまってまして、まあ、その挫折の果てにですね、まあ、スベルトキットに気づいたというところがあります。まあ、いろいろ機能があるんですが、今回はですね、メタデータ外部から取り込んでウェブサイトを作る JAMstack のみを試しています。で、ジャムスタックとは何ぞやという話で、自分なりの理解です。ウェブ JavaScript フレームワークで、ガービがデータをウェブページに取り込んで、まあ、それとですね、静的ページの方に出力する、データごと出力するという、そういったからくりのことだと理解しています。では、実際に作ったものについてですね、一つはですね、サイニーブックスの主催 ID から著作リストを作るということで、スペルトキットでウェブサイトを作ってみるということで、一覧ページはサイニーブックス API、詳細ページは OpenBD を使っていただきました。画面デザインがブートラップを使って楽に作ると。で、図解はこちら。スペルトキットでサイニーブックスから著作 ID でデータ取得して著作一覧ページを作って、外はまあ、ISBN で各著作リンクを用意しておくと、まあ、勝手に OpenBD からの著作詳細ページを作ってくれるという、そういったからくりです。で、それを最終的には、静的サイトの、として出力する、といった形ですね。で、実際作ったのがこちら。こちら、夏目漱石を例としてということで、一覧ページです。著作 ID の設定を変えることによって、まあ、別の著作ですね。大井健三郎とか、この著作でページを簡単に作ることができるようになっています。で、詳細ページは OpenBD なので、いろいろと情報が乗っかっているという、そういった、まあ、ページをまず作ってみました。で、次はちょっと応用編で、ヘッドレス CMS を使ってみようというのをちょっと試してみています。ヘッドレス CMS というのはですね、まあ、ウェブ公開の関連がない、コンテンツマネジメントシステムで、API でデータを取得します。で、そこに JP 公式モドキのメタデータで、まあ、何件か文献登録して、まあ、スベルトキットで画面作ってみようという、そういった試みです。で、やはり生成使いですね。今回、マイクロ CMS というヘッドレス CMS を使っています。ここに JavaScript タイプの JP が好きなタイプのメタデータ設計をしてメタデータを数件入れて、で、スペルトキットだと文献一覧と文献詳細ページを作って静的サイトで出力すると。で、まあ、マイクロ CMS なら無料化あるということで使ってみて、メタデータを設計してみました。で、まあ、基本のメタデータ型を組み合わせ、メタデータ型を作るということで、まあ、ウェブスイートで結構似たところがあるんですが、まあ、JP が好きはそのままできません。ので、まあ、一部ちょっとごまかしているところがあります。で、生成したウェブ API、データウェブ API で、JSON 形式で出力ができます。で、作成したウェブサイトはこちらですね。まあ、こんな感じで、まあ、自分の著作を入れています。で、こちらの方が、まあ、作成したウェブサイトですね。JP コアスキーマを、まあ、なんかかっこよく書けないかな、みたいな、ちょっと個人的に思うことがあって、まあ、ちょっとすっきり書いてみたかったんですね。で、なので、まあ、まあ、項目ごとにインテンとして値入れて、で、値、XML のアトリビュートを、まあ、値の隣に乗っけるみたいな書き方で、ちょっと書きたいかなと思って、ちょっと書いてみました。本当はなんか、著作の詳細ページ、情報とか、まあ、差し隠しておいて、クリック数を表示するみたいな、そういうところも組み込みたかったんですが、ちょっと技術が足りません。また、業界のコントロールが手に余ったというところもあります。まあ、ということで、まあ、そこそこなんか、ちょっと試してみましたという話ですね。で、最後のまとめです。確かに楽でした。で、ただ、
スペースキットでデータを取り込んで浮かせるということと、綺麗な画面デザインが作れるというか、当然別問題で、ちょっと私はこういうのはちょっとスキル的にきつかったかなというところがあります。また、ヒストジェイソンの組み合わせなども考えてみましたので、ちょっとこちら難しそうだったかなというところがありました。ということで、時間なんでここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。時間ぴったり、素晴らしいです。それではですね、次に行きます。ライトニングトーク24、高橋奈々子さん、お願いいたします。はい、お願いします。では、画面を共有いたします。はい、見えておりますでしょうか。はい、見えました。お願いします。はいはい、じゃあお願いします。先ほど生成 AI の話をさせていただいたんですが、あまり図書館の、関連のことが言えなかったので、図書館業務の4証言と生成 AI ということで、図書館業務での生成 AI の使いどころをちょっと考えてみたいというものです。で、はい、あ、よいしょ、次へ。改めて、生成 AI とはというので、簡単にまとめまして、これはもう皆さんには言うまでもないような内容ですけど、大規模言語モデルだというふうに言われている通り、言語に関する様々なタスクができるということとか、あとそれだけではなくて、画像生成や音声合成など様々な応用例があるということで、すごい話題が沸騰していると思っているんですけども、図書館としてもいろんな、動きというのが出てきていると思っていまして、一つはイフラの AI 分科会で、ドラフトが出たというようなことがありますし、また、ここの夏以降の、学会や研究会の発表テーマに割と取り上げられるようになってきているなと思っています。で、実践的な取り組みとしてはカーリルさんの取り組みであったり、あるいは昨日の九州大学さんの取り組みみたいなものが出てきていると思っています。で、図書館で活用するってことを考えるときに、ちょっと図書館業務をちょっと4つに分けてみようと考えて、一つはサービスを向上していくような使い方、それから、業務の効率化を目指すような使い方っていう、そういう区分けと、あと業務として正確性が求められるような業務と、あるいは、創造性が求められるような、正解がないような業務と、そういうふうに分けて、いろんな図書館の活動をプロットしてみようかなと思ったのが、この4証言ということになります。で、これのを今までのシステムっていうのはどういうところをカバーしていたかっていうと、図書館システムにしても、機関リポジトリシステムにしても、正確にやらなきゃいけないような仕事のところを、カバーしているようなシステムだっただろうなというふうに思っていまして、で、ディスカバリーシステムみたいなものは、検索システムのようなものは少し、必ずしもものすごく正確じゃなくて、ちょっと広めに取るとか、そういうこともあり得るとは思っていますけれども、そういうものだった。それからホームページとか SNS とかそういうツールについては、サービス向上のためで、正確性というよりは、訴求力みたいなところ、創造性のところが強いシステムだったのかなというふうに思っています。で、じゃあ新しく出てきた技術ですけれども、生成 AI は多分、どちらかというと創造性よりで、正確性よりは、正解のないところを探っていくような業務に向いているんだろうなと思っています。一方で、正確にやらなきゃいけなくて、業務の効率化を図りたいみたいな話っていうのは、RPA でやればいいんじゃないかなというふうに思いますし、あとチャットボットみたいなのは最近出てきてますけど、それはわりかし重要なところにいるのかなというイメージを持っています。ということで、私の試験ですけども、業務効率の場合には、正解がないような業務で生成 AI 使うといいだろうなと。で、単純な作業の業務効率化だったら RPA でいいだろうと思っています。で、昨日の発表、足北さんの発表を聞いたりして思って、私自身も絵を描くのがめちゃくちゃ苦手なので、そういうことを考えると、自分が不得意な創作活動っていうのをやってもらうっていうのは、個人的には業務効率化しそうだなと思います。あと対人サービスのところですけれども、滑らかに応答できるっていうのは一番の得意分野の生成 AI の得意分野のように思うので、インターフェースだけ生成 AI を利用すると良くなる可能性があるかなと思っていまして、これは昨日の吉本さんの、プリ
チュートリアルみたいなところでも思ったんですけど、まあ、内容を正確に、捕まえるみたいなところの部分は、API を活用して別の方法で担保しておく方が良さそうだなと思いました。あと、セキュリティ上は、機密情報、個人情報を記録しないというところが業務利用ではよく言われるので、学習をさせない。要は学習しなくても良い業務を選ばなきゃいけないだろうなと思っています。ということで、これが私の現在の試案で、だいたいいろんな業務をカバーできるのではと思っております。はい、以上です。はい、ありがとうございました。では続きまして、ライトニングトーク25、吉本龍司さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。株式会社カーリングの吉本です。今日は、オープン BD を支えた技術ということで、ちょっと思い出話みたいな感じにはなってしまうんですが、お話をさせていただきたいと思います。今日もオープン BD の API 使っていただいているっていう話を、たくさんいただきましてありがとうございます。ちょっと、改めてコンセプトを、紹介すると、まあ、カーリルが、まあ、やっぱ書誌情報をいろいろ使うにあたって苦労してるっていうことがあってですね、まあ、7年前ですかね、版元 .com っていう出版社団体と一緒に、立ち上げたサービスです。まあ、超高速に使いたいとか、使いやすくて落ちない。まあ、まあ、業務システムとか大規模なウェブサービスでも安心して使えるっていうことで、まあ、自由に使えるってことができれば、個人の開発者でも同じようなニーズってたくさんあるんじゃないかということで、まあ、みんなに使ってほしいっていう API を始めました。はい。でですね、まあ、これちょっと使っていただいている方にはまたいろいろとご迷惑をおかけをしているかなとは思うんですけれども、ちょうどまあ先日ですね、8月の末ぐらいにですね、もともとは6月ぐらいからいろいろ話始まってたんですが、OpenBD にデータ提供を大部分していただいていた JPRO っていう出版社の団体がありまして、まあ、こちらが方針の変更ということで、無料で書誌情報を使わせるっていうことは嫌だという話になりまして、その部分のデータが抜けるというようなことが起きてきております。全体では 91% から 2% くらいの書誌あるいはその書影なんかが配信できなくなったっていうことで、まあ、かなり従来かなり 90% を超える95% とかぐらいの配信率だったんですけども ISB のある本に対してですね、大幅に減少しているという状況があります。で、今日はですね、これをいろいろ続けてくるにあたって改めて技術的にどんな風に作ってたのかっていう話を簡単にさせていただきたいと思います。非常にシンプルです。とにかく安く高速に、データを配信したい、ということで、オンメモリで処理しています。オンメモリっていうのは基本的にメモリ上に全ての情報を載せているということです。でそのために、お世話になっている技術ってのがありまして、一つが Z スタンダードっていう、Facebook ですね、今のメタ社が開発している圧縮の、技術です。でこれがですね、高い圧縮率と、あと事前に、圧縮対象をサンプリングして辞書を作っておくことによって、さらに高い圧縮率にできるという特徴があってですね、これで、書誌情報を圧縮することによって、かなりちっちゃくなるっていうことと、あと高速に回答できるっていうことがあってですね、非常にこれがあったおかげで、OpenBD のいろいろなインフラに役立ったというところになります。JPRO のデータが抜ける前の時点で、多分書誌情報全体だと10ギガ以上、10何ギガとかっていうデータがあるんですが、圧縮した状態では 2.3 ギガになっているということで、多分皆さん分かる方はこれ結構コンパクトな量で、非常にリーズナブルな感じがするかなと思います。今は 1.5 ギガになってしまっています。で、これはですね、本当にシンプルな構成で、レディースのレプリケーションを使って、日本だけじゃなくて、全国のエッジのサーバーに配信するっていうことをしています。で、さらに、レプリカってことで、たくさんのこのデータを、リアルタイムで、コピーをして、それが API に流れていくっていうような、仕組みになっているということです。非常にシンプルな仕組みで、動いているということになります。はい。で、話はちょっと戻りまして、OpenBD の API の配信が、いろいろ変わってきたっていうことで、Twitter 上とか、メールとかも含めてですね、いろいろなご意見をいただいている
というところです。まあ、困ってるっていうところが非常に多い、ところなんですが、まあ、ちょっと僕の方でも力及ばずの部分があって申し訳ありませんというところです。で、まあ、もちろん次のステップについて考えてますということで、まあ、ぜひ皆さんニーズとかアイディアとか、あるいは困ってるっていうこともですね、ぜひみんな声に上げていただけると嬉しいなというふうに思っています。まあ、版元 .com500 社については、そのまま今データ配信継続してます。ただこれやっぱりですね、書士で言うと全体のまあ 8% から 9%、9% は切るんじゃないかっていうぐらいの量なので、今までの、まあ、使っていただいた人にとってはちょっと満足できないっていうところもあるかなと思います。まあ、ただですね、やっぱり改めて、やっぱりこういうふうにオープンに書士情報していくべきだっていう意見も、出版社からもたくさんご意見をいただいていてですね、まあ、改めてやっていきたいっていうようなことの話が、を考えているということです。まあ、ただちょっと仕組みとかですね、費用負担とか、いろいろなところ、まあ、解決しないといけないところ、いろいろありますので、ぜひ皆さんのアイデア教えていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。どんどんいきます。続きまして、ライトニングトーク26、清田洋二さん、お願いいたします。はい、お待ちください。あ、見えてますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、では始めさせていただきます。今日は AI で、共有データ資源という話でして、で、AI の、まあ、あんまりちょっと表に出てこない、その AI がどういうデータを食べて、その、発展してきたかっていうこととか、ちょっとそういう話をしたいと思います。あ、ちょっとお待ちください。はい。で、ちょっと今日のお話はですね、実は人工知能学会誌の9月号というか、9月1日出てたばっかりのちょっと記事で、ちょっと書いた内容を、になります。で、ちょっとこちら残念ながら、ちょっとエンバーゴ期間中なんですけども、もし個人的に読みたいという方がいらっしゃいましたら、個人的なメッセージでお知らせください。で、AI って、まあ、非常にやっぱデータ資源っていうのが重要で、で、やっぱりまあ、例えばやっぱ研究を進めていく上で、まあ、共有、できるような、やっぱりデータ資源があるのが、やっぱり非常に重要です。まあ、これは、やっぱ実験の再現性とか、評価の定量性とか、まあ、そういう意味でも、大切になってきます。で、また、性能向上にも、やっぱたくさんデータがある、質の高い、たくさんのデータがあるっていうことが重要ですし、まあ、ディープラーニングとか、チャット GPT がやっぱ成功したっていうのも、まあ、このあたりの存在が、やっぱ非常に大きかったということがあります。で、まあ、どういう、ちょっと歴史的なお話を少しするとですね、90年代まではウェブが、まあ、なかった時代ですけども、まあ、この時代から結構、このデータ資源っていうのをやっぱ作らない、やっぱ作るべきだっていう話はありました。で、この時代は主に公的な研究資金で作られてたと思います。で、これはまあ主に自然言語処理のデータ資源を書いてるんですけども、まあ60年代のブラウンコーパスとかが始まって、さまざまなデータ資源が作られてきました。で、私ですね、京都大学の長尾研ってところに1997年に配属が卒論生でいたんですけども、この時ちょうど京都大学テキストコーパスっていうのを作ってて、まあこれは毎日新聞の記事にいろんな構文解析とかのまあアノテーションをするっていうデータ資源をちょうど作ってた時期でしたけども、まあこれも非常に作るのは本当に大変な話だったんですけども、ちょっとそういうところを見ておりました。で、見せてなはりと、やっぱウェブがやっぱり出てきたことで、まあ、ウィキペディアとか、あと画像におけるイメージネットっていう、これ1400万枚の、写真に対して犬が写ってるとか、猫が写ってるとか、車が写ってるとかいう、まあ、そういうデータがあるんですけども、まあ、これがディープラーニングが、成功した、ちょっと一つの要因として挙げられています。で、2010年代に入りますと、まあ、大規模なウェブサービス上のデータですね。まあ、それこそツイッターの、データとかを、皆さん、たくさんの研究者の人たちが使うようになったりとか、EC サイトの、データとかを情報推薦の研究に使うとか、まあ、そういうことが、まあ、2010年代には、たくさんありました。で、まあ、2020年代だとちょっと生成 AI という話になってくるんですけども、まあ、私たちも、まあ、ライフルって会社でですね、こういうデータ資源を研究者向けに無償で提供することで、まあ、そこで得られた研究成果をサービスに、取り込もうということをやっておりました。まあ、これは、不動産物件データとか、画像データとかを研究者向けに無償で提供するっていうことをやってまして、
まあ、その成果の一つとして、ライフルホームズ 3D マドリっていうですね、このマドリーズから、起こされた、立体的な、お部屋情報が、ライフルホームズとサイト上で見えるっていう、まあ、そういうサービスの開発につながったっていう、こういうことをちょっと取り組みやっておりました。で、ただ、ちょっとデータ資源の話をめぐる話っていうのが、ちょっと生成 AI とも絡むんですけども、ちょっと雲行きが、だいぶ変わってきてます。で、まあ、これがやっぱデータの大規模化ってところが、やっぱチャット GPT みたいなところにやっぱ繋がってはいるんですけども、やっぱこのデータを、じゃあどういうデータを食べさせるかっていうのが、この生成 AI の性能とかに、まあ、非常に大きく影響するってことになって、そうなると、他社にそういうデータを取られるっていうことへの警戒感につながるってことになった。で、ツイッター、まあ、今 X って言ってますけども、かなり、データを、を取ることを外部からだいぶ制限をしたりとか、いうような動きがあったりと。まあ、ちょっとそういうことで、データを囲い込むっていう動きになってきてますし、オープン AI も、ちょっと技術的な詳細情報を公開しないという形で、だいぶ、コメントが変わってきているというのがあります。で、ちょっと時間がないので、ちょっと飛ばしますけども、ライブラリアンとして、ちょっとこういう動きの中で、使えるデータ資源の多様性みたいなものを、どういうふうに確保していくかみたいなことが、すごく大事な動きになっていて、ね、なんかこういうところで何かできないっていうことを、ちょっと皆さんと一緒に考えていきたいと思います。私は以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして。大向井一輝さん、ライトニングトーク27、大向井一輝さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、今ちょっと共有が変かもしれないので、もう一回直します。はい。よいしょ。はい、これでいいでしょうか。ちょっとまだ見えています。あれ、まだ見えてない。おかしいな。なぜこんなこと。ちょっと待ってくださいね。すみません。はい、珍しいこと。これもダメ。おかしい。本当におかしいです。ほら。あれ。初めてこんな状況に陥ったので、ちょっと忘れてますけど。大丈夫です。しかし、どこからやっても同じことが起こる。こちらでどうしましょう、こちらで共有します。あ、出ました。あ、はい、見えました。あ、ごめんなさい。じゃあ、今から始めたいと思います。はい、お願いいたします。よいしょ。はい、東京大学の大向井と申します。今回はこのようなタイトルでお話ししたいと思います。共同で開発しているのが大学院生の足立さんという2人でやっているプロジェクトです。で、最初にですね、この大江健三郎文庫っていうのは何かということで、これできたのがおとついでして、大江健三郎さん作家の、自筆資料が1万8000枚ぐらい原稿用紙があるという、まあ結構とんでもない規模の、アーカイブがあるんですけど、まあそちらに合わせて、様々関連資料を取り揃えて、まあ公開をし始めているというものです。ちょうど始まったばかりですので、報道もいくつかありますので、ご興味あればご覧ください。で、その中にですね、デジタルアーカイブとデータベースを提供するということを始めました。で、このデジタルアーカイブはですね、その先ほどの原稿を、まあ、実際に公開像で撮影して提供するものなんですけれども、こちらは著作権保護、期間中も真っ最中ですので、今のところは、かなり制限のきつい、まあ、状況ではありますけれども、まあ、学内にお越しいただければ見られるというような形になっています。で、これに加えて、書誌情報のデータベースで、まあ、先ほどの、自筆の資料、あるいは関連する図書雑誌の目録なんかが見ることができますということで、こちらは公開中の、まあ、どこからでもアクセスできます。で実際これがサービスなんですけども、例えばですね、試写とやると、まあまあ、当然絞り込みがかかって、まあ、いろんな種類の情報が出てくると。これ例えばですね、本のタイトルをクリックすると、まあ、書誌情報出るんですけれども、帯の、当時の帯の、テキストが取られていたりとかして、これら在野の研究者の方が、まあ、かなり細かく取ってらっしゃる、カタログなんですけども、非常に今となると価値の出る、情報も、まあ、含まれていくということになります。
で、我々が扱っているのはその自筆原稿のデータ、それがまあ実際にまあ作品となって形を持つ、それが何らかの本として出版されていくという、こういう流れがあるわけなんですけれども、これがまあパッと見はこう一直線的な流れになるんですけれども、ところがこの大江さんぐらいの大作家となるとですね、そんな簡単な状況ではなく、非常に大長編であれば、原稿の塊がいくつもある。で、一旦作品となっても、その作品はですね、あちこちの本に載っていく。全集の類とか、まあ、個人全集もそうですし、日本文学全集のような形で、また別の本にも載っていくということで、非常に複雑な形状をとります。で、じゃあ、この形状が今どうなっているのかっていうのをですね、試しに、Python のネットワーク X というライブラリーと、まあ、Gephi というネットワーク可視化のソフトウェアで、まあ、可視化すると、まあ、とにかく、とんでもない複雑な、まあ、構造になるんだと。まあ、これ見ただけでも分からず、少しズームアップしても、まあ、なお分からないんですけれども、やはり、まあ、数十年の作家活動の中で、まあ、いろんな出版物があり、まあ、それがまあ我々のところで、まあ、理解している範囲において、まあ、こんな巨大なネットワークを持つと、まあ、潜在的にはもっと広がっていくんだろうと思うわけです。で、技術面に、少し目を向けてみると、まあ、先ほどのそのデータベースも含めてですね、あのサイトはすべて、静的サイトで作られています。で、まあ、もともと表形式の、専門家が作ったデータから、まあ、自動生成してサイトを作るということになっています。ただし、デジタルアーカイブの画像だけは、トリプルアイフの、画像サーバー使って動的に配信しているという状態です。で、先ほど一瞬検索などもやりましたけれども、それもすべて、まあ、静的サイトの枠組みの中でやっています。で、今、サーバーはですね、大学向けのパブリッククラウドになります。これから、整備が進んでいるところなんですけれども、MDX というサービスを使って今は運用しているところです。で、こうしたサイトを、まあ、作ってみた、まあ、ことの、まあ、意義としてですね、まあ、この簡単には、まあ、一般全公開はできないようなサイト、あるいは、機微な内容を含む資料というものに、まあ、対応したいと思っていたわけです。で、これで静的サイトで作っておけばですね、まあ、一般公開したいものは、オープンなウェブサーバーに置けばいいし、そうでないものはですね、学内のサーバー、あるいはまあ研究室のサーバーとか、まあ、いろんな好きなところには置けるということで、静的サイトである意味があると。まあ、そう、静的サイト、もう一つの意味は、セキュリティの、管理が、まあ、これでだいぶ楽になるし、そのセキュリティ問題に応じたリプレイスなんかは、まあ、基本的にはしなくてもいいということで、まあ、長期保存というのは重要なテーマですけども、やっぱり長期運用ができる環境があってこその、まあ、ものだということで、このような仕組みを作っています。ただ、まだまだですね、まあ、動的な部分というのも残しているのでですね、今後ですね、100年本当に維持できるデジタルアーカイブって一体何なのかということは、皆さんと一緒に議論していきたいなと思っております。というわけで、私からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではライトニングトーク最後になります。ライトニングトーク28、阿古隆之さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私の方は、タイトルとしましては、東博資料館オパックでは、レピン番号、括弧収蔵品管理番号で文献を検索できますというタイトルで出落ちみたいな感じのものです。よろしくお願いいたします。ご存知の方も、いるかもしれないんですが、東京の国立博物館の資料館、いわゆる博物館図書室ですね、ですね、日本美術とか、まあ、考古に関するさまざまな専門文献を所蔵した、こちらのクイックサーチのところなんですけども、ここで、読み上げますとですね、関連文献を検索することができます。これ、意外とですね、知らない方も多いということで、今回、ライブがあったので、ご紹介させていただきます。作品に関する文献情報といいますのは、例えば国立西洋美術館さんでありますと、いわゆる展覧会歴とか文献歴という形でまとめられております。さらに、まあ、奈良の文化財、奈良の国立博物館ですね、収蔵品のデータベースがございまして、そちらの、作品の、詳細ページでもですね、まあ、解説文がございまして、文献情報がございまして、奈良博さんの方ではそのままクリックすると、蔵書検索で、まあ、どういうふうな文献なのかって調べることができると。
で、これがですね、まあ、どういうところで使いやすくなってくるかっていうとですね、ちょうど、先月8月17日にですね、東博の方でですね、まあ、ウキマニア2023のですね、一つのアウトリーチプログラムで、グラムエディタソンが開催されました。その時に、ウィキペディアの方々がですね、東博の資料館の方に集まっていただいて、まあ、東博の所蔵品などなどのですね、記事を編集するという活動を行っていただきました。その時にですね、どういうところで調べていったらいいのかっていうのがやはり課題になってくると思うんですが、この時はですね、まあ、ある文化財についての記事の充実を目指そうというものでしたので、例えば、細胞さんは、朝顔の、串図ですね、ワンコのかわいいやつなんですけども、こちらの、杉戸についてですね、記事を、充実してくださいました。じゃあこの作品についての文献どう調べるかってなかなか難しいんですけれども、まあ、応挙で調べたりとか作品名で調べたりっていうのもあるんですけども、東博の、資料館の方ではオパックありまして、例えばコルベースで収蔵品の検索システムなんですが、ここにですね、あまり皆さんには馴染みないんですけども、機関管理番号というものがあります。例えば A のこの串図はですね、A の21224です。これを東博のバッグで、図書雑誌である論文というのをクリック、選んでいただくんですけども、こちらで選んで検索していただきますとですね、これまでに、当館から画像を提供した書籍であったりとか、ミュージアムという当館発行の論文誌であったりとか、さらにカタログなどなどが一覧で出てきまして、こういうところを、まあ、転居としてですね、記事の執筆に役立っていただけるってことになります。なのでですね、これ多分、ミュージアムライバリー特有の、機能なのかもしれませんけども、こういうふうな、図書館でのですね、書信にどういう項目を入れていくかっていうので、入ってると面白い例としてですね、ご紹介させていただきました。ぜひ皆さんも活用していただけると幸いです。以上です。ありがとうございました。